バレンティン・バシリビチ・シルベストロフは、ウクライナの現代音楽の作曲家。1937年、キエフ生まれ。ドイツ語系の技師と教師の家庭に生まれる。両親は息子に様々な種類の教育の機会を与えたが、音楽以外に惹かれなかった。音楽学校を卒業し、15歳から作曲を試み始めるものの、キエフ建築技術大学に入学する。 三年後の1958年に同校を退学して、キエフ音楽院に入学し、作曲をボリス・リャトシンスキーのクラスで学んだ。1964年に同音楽院を卒業。1960年代に、キエフ・アバンギャルドに加わり、反体制文化の活動をしていた。アルフレート・シュニトケや、アルボペルト、 ソフィアグバイドゥーリナラがいならぶ旧ソ連の同世代の作曲家の中では屈指の実力を持つ作曲家とみなされている。15歳で音楽の個人指導を受けた後、1955年から1958年までキエフ音楽大学や管楽部に学び、1958年から1964年までキエフ音楽院にいてボリス・リャトシンスキーに作曲をレフ・レブツキーに 火星法と大砲法を支持デビュー時は前衛的な作風によって著名であり、ブルーのマデルナが絶賛した。いくつかの作品は、モダニズムや新古典主義音楽から、戦後前衛の流れを組んでいるとみなしうる。天候以前の作品は、ストラスブールな楽器集団のような例外を除いて、ほとんど録音の機会を得ていない。ところが、 1970年代以後急速に過去の解雇派に転向。伝統的な調整や戦法も用いながらも劇的な響きと情緒的な響きのテクスチャーを繊細に織りなし、独自の作風を築き上げている。シルベストロフが示唆する特色は、大概の現代を音楽においては犠牲にされてきたもので、ある。私が作曲しているのは、新音楽ではないのです。 私の音楽は、既存の音楽への反応であり、反響なのですとシルベストロフは語っている。シルベストロフは、1974年にソ連作曲家同盟から除名されると、ソ連との結びつきをやめて西側へ作品を売り込み出した。例えば、静寂の歌のような作品は、ソ連非公開で演奏されることを意図して書かれた。公共曲第5番は、 傑作として広く認められており、グスタフ・マーラーのような高キロマン派音楽のエピローグ、ないしはこうだとみなしてよい。主要な出版作品には8つの公共曲、ピアノと還元楽のための詩曲、数々のオーケストラ曲、3つの弦楽詩重奏曲、ピアノ五重奏曲、3つのピアノソナタ、数々のピアノ曲、カンタータ、歌曲が含まれる。前衛の停滞を経て、 シンドマン主義が流行し尽くした後も、シルベストロフは、暴挙や解雇といった感覚を、機能化性の枠内で取り戻すことに成功した貴重な作曲家である。ピアノソナタ第2番では、比較的緩いテンポ感が支配する中、どこかで聴いたような伴奏音景を不意にペダルでぼかすことにより、聴き手の記憶をくすぐる仕掛けが施されている。単純な調整音楽に寄するのではなく、 何かしらの思い出をフラッシュバックさせるテクニックはかつての前衛時代の感覚とは完全に切り離された代物であり同一人物の作と認識するのが難しい。転校後の作品が前衛時代より弾きやすいこともあって彼の近年の作品の演奏や録音の機会は多い。デビュー時に前衛語法で脚光を浴びた後転校後に ECM が集中的に リリースをして、大衆的な支持を得たのは、ヘンリク・グレツキーの成功と全く同じケースである。ありがとうございます。